はい、えー、庶民からむしり取るだけ取る。今度は走行距離課税に批判殺到ということで、岸田総理もまたですね、とどめを刺されるような、そんなことをね、しておりますね。なんか全然とどめにならないんですけども、今回は車を走れば走るほど金ぶんどるぞ、みたいなね。あの、高速道路の料金ぐらいだったらまだ我慢できるんですけども、一般道路も走れば課税される。もっと言ったらですね、 自分の土地の中を走ってる車ですら、課税されるということになりますよね。私有地課税っていうのですか。何なんでしょうかね。私が提案したいのは、総理課税ってやつですね。これは、総理大臣になったら、1日に10万とか課税されるっていう仕組みです。まあ、こういうふうにしても、雀の涙なんですけども、ただね、あの、税金の恐ろしさを分かってもらうには、やっぱりね、税金で暮らしていらっしゃる方が、課税される体験をするってことじゃないですかね。 やっぱね、限られた給料、20万とか30万の中で、5000円、1万円って、わけもわからず引かれたら、それはさすがにね、使うべきお金が使えなくなっちゃいますんで、結果、経済を冷え込ませることになると思うんですよ。うん、だから税金払いたいんだったらね、もうぜひね、あのー、税負担が一番大きいのは、それを言い出した人にしてもらいたいですよね。吸い取る側だったらいくらでもね、あれぜ、これぜって税金いっぱい作れるわけですよ。なんか人ところによると、 メガネ課税ってのもあるらしいですね。検討されてるらしいですね。メガネをかけた日数に応じて、その課税するみたいなね。メガネをかけたい日数ってのはすごいですね。虫メガネはどうなんだって説もありますけども。サングラスはどうなんだっていうこともね、言われてありますけどね。あとはね、水中メガネも課税するんですかみたいなことにもなりますけども。メガネ課税をするんだったら、岸田総理が一番払うことになるのかなと思うんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。